放射レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によると、レギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな、持ちこたえるのよ。アスター所長、戻ったよ。はぁ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて、収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産は、スタッフであることを身をもって実感するわ。はぁ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でも、あなたたち請求列車の乗員は、みんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから、修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも、精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に、宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて、誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど、音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ？宇宙ステーションは、彼女の追従者と、器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫。私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら、彼女を引きつけることができるでしょ？それはとても助かるわ。スタッフのケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば大丈夫だ。このくらいの痛みなんてなんともない。とっくに慣れている。他の者たちを今言ったことはアスター所長には言うな。大丈夫だ。数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らのほとんどの者がミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だと。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが、研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたら、それでいい。
この騒動が早く収まることを祈ろう。いや。今、すべてのスタッフがここに避難している。しかし、宇宙ステーションにある人外生物を誰も考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか。あ、そう、人外生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。このような危機的状況になっても彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ヘルタ銀河法制化の優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをして、もしお前が俺の活動に興味があるのなら、器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ、一緒に器物の権利を守れ。完璧だ、同行者。力を、器物の権利を守れ。バーを下げて、アルフレッド。ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号露波器に出力するの。内容が多かったかしら？覚えられた？準備はできた？ 3、2、1。 順序が違うわ、若い人。もう一度教えてあげ。バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。さらに右にして減衰器をオン。最後に下にし、準備はできた？完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいて、エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーションを維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。もうケアが必要なスタッフはいないみたい。アスターの方に戻ろう。
ドは持たない。羽田たちも通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅隊君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でもうちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。半物質レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼女を連れてね。ん？なるほど、彼女は重要な存在なんだな。彼女は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、わかった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。ヨウジちゃん？ヨウジちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼おじいちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。はっ！争いに意味はない。はっ、せい、はっ。ルールは破るためにある。はっ、やっ、逃がさないわ。やっ、あんたの番だよ。